馬の問題です。右の図で四角形 ABCD は正方形です。辺 DC の延長線上に点 E を取り、頂点 D、D から線分 AE に引いた垂線と線分 AE との交点をそれぞれ FG とします。また辺 BC と線分 AE との交点を H とします。これについて次の各問いに答えなさい。括弧1、各 DHA が68の時、各 AH の大きさは何度ですか。この右の図をちょっと見てくださいね。AD と BC は正方形ですので、これ平行です。そこにですね、 A から E までの直線が、平行線に対して1本の線が交わっています。そうしますと角の DAF とそして角の BHG、 これは平行線で錯覚が等しいので、角の BHG は68度、このですね、角の DH と一緒です。角の AHB を、180度から引けば残りの角の AHC になりますので、角の AHC は180度マイナス角の DAH68 の112度となれば正解です。括弧に、三角形 ABG と三角形 DAF が合同であることを次のように証明しました。四角 A から四角 C にあたる線分や角を下の点線内の R から K の中からそれぞれ一つずつ選び、その記号を書きなさい。証明、三角形 ABG と三角形 DAF において ABG と DAF において仮定より AB イコール A です。 AB というのは左真ん中ですので、こちらでも左真ん中の DA、 A が正解です。丸1、今度は角の DFA ですので、 DFA、 90度イコール90度丸2のところ、ここのところ DFA と言いますと左右真ん中、したがって左右真ん中で角の AGB、 角の AGB、 A が正解です。丸2、三角形 ABG において、 ABG において角の ABGABG、 ここの角度はですね、三角形の内角のが180度からこの赤の20と AGB の90度を足して引いたものですよとなってます。イコール、まあ、90度マイナス、角の BAG は180から90ですね、引いたものですから丸3となってます。また、角の BAD、 角の BADD ですね、ここのところはですね、90度から角の BAG、 BAG を引きますとちょうどこの90度から赤の20度、これ68と言います、これ68が該当します。まあこのところがですね、 角になりますので、このところは DAF、 DAF、 角の DAF が C で正解です。イコール90度マイナス BAG、 90度マイナスBAG、 はい、今度ですね、引いたものだよって丸4になっております。丸3、丸4に、角 ABG イコール、やはりさっきかとやりました C の角の DAF、 丸5となります。丸1、丸2、丸5より直角三角形の斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しいから、三角形 ABG 合同三角形 DAF となります。括弧3番、AB 10cm で FG、DAF、GE が 7AF の時、三角形 BHG の面積は何平方センチメートルですかという問題です。まず AB が10、BC も10、CD も10、DA が10の正方形で、さらに、F から G というのが AF の倍ですよとなっています、まあ、1対2とですね、さらに、G から E までがAF の7倍ですよって問題です。そして問題はですね、この BHG の面積ですので、 BH を底辺にした場合は G から BH に垂線を持ちて、これ J としてますけども、 GJ が高さとなります。 BH×GG×1/2 が答えとなります。三角形の DAF とですね、 ABG はこれは、前の問題の合同ですので、 AF が1の場合、FG が2ですから、足すと FD は3、あち AF の3倍が FD だとなります。三角形のこの DAF です、実は相似なのは DAD が相似です。ということは、 EA が相似かというと、
D のやはり3倍がここの ED になりますので、10センチで3000、後で書きますけど30センチメートルということになります。30センチメートルというのが分かりますと、10センチ、 CE は20センチ、 CECH と EDM を相似ですので、これは20とこの残りですね30、まあ、3対2となりますので、ここを DA を10センチの場合は、CH は3分の20センチメートルになります。DF カッコ ED 対 AF カッコ AD は3対1より ED は30センチメートルであり、さらに HC ですね、 HC は 10×3 分の20、 3分の20センチメートル。そしてこの問題の三角形の底辺 BH は10センチから引いた3分の10センチメートルというのがあります。例えば高さ GJ、 これですね、 GJ はいくつか、これはこの時に7と2と1、まあ、10分の1と2を足して3まで、それがですね、ちょうど G から DA に垂直を持つ長さですので、ここの長さというのは30を10で割ったうちの3つ、なのでこのところは9センチメートルですね、9センチメートル。で、残りはですね、10から引けばいいわけですから、そこのところちょっと見ていきましょう。G からですね、J は10マイナス。30かける、10分の3で1センチメートル。ここは G から J は1センチメートル。下から三角形の BHG は2分の1かける1かける3分の10で3分の5平方センチメートルとなれば正解です。